どうも、エル・カビのエル・ウダです。はい、どうも、デロリン・オハヨシです。ということでね、はい、昨日はもう正直泣きましたね。うん、泣きましたね。あの万引き家族。いやー、ね、初めてました。感動しますね。うん、我々はファミリーだっていう、そういう感じもしましたしね。そうだね。うん、子供が悪いことした時に、ね、青山の親みたいな、それキキキリンさんも出てましたけど。はい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 。でやっぱね、万引き家族のいいところは、うん、5分ぐらい見た感じで俺もあ、結構素晴らしいなと思ってすぐニュースセブンデイズの方に切り替えて、うん、ビートたけしさんのなんていうのかなって、うん、万引き家族の感想を言わなかったです。万引き家族はね、全然感想言ってくれない。後日またね、あのちゃんとあの見たいと思いますけど見て ね、ああなんとね、はい、私今日ね、中澤たけしさんとユーマ研究家の、はい、茨城妖怪図鑑っていう本の出版記念うん、イベントにちょっと見に行って。あ、そうなんですか。でそれはね、はい、俺がまあここで普段聞いてる人よく分かると思うけど、俺がオカルトとか妖怪すごいちっちゃい時から大好きで行っただけで、はいはいはい、向かいにある吉本本社をちょっと見たかったわけじゃないってことだけどね新宿ゴールデン街劇場、あ、ちょうどいいなと思ったわけじゃなくて、ちょうどいいと思ってないですね、うん、思ってないです、はい、ね、カメラに映りに行ったあの自分の皆さんのお天気予報のね、はい、後ろにいる子供たちとは違うですよね。なんかね、今日は動きないだろうなって感じで、はい、あのカメラ片手に談笑してるマスコミが数名いましたけどね。ああ、そうですか。でね、やっぱ芸能好きなんだなと思ったね、はい、あの前通りかかった時に喋ってる話し声聞こえてきたんだけど、うんうん、この前ささつきみどりの35周年パーティーやってさっていうねその待ち時間にも芸能の話してんだみたいな。なるほどね。でね、吉本本社の警備員の服の色がね、はい、真っ黒で全身、はいはいはい、あ、そうですか。ちょっと闇色みたいな。ああ、うん、そんな感じもしましたけど、ちょっとアメリカの警察みたいな。ポリス、ポリスな、ポリスメンポリスメン。あ、でね、うん、まあ昨日ね、宮迫さん、亮さん会見僕見てて、はいはいはい、で、まあ、ちょっとテレビつけながら見てたら、はい、その会見の裏で滑らない話オーディションやってて、やってましたね、うん、はいはいはい、宮迫さん、亮さんの会見終わるか終わんないかぐらいで、はい、ブリキカラスの小林メロディーが優勝してました、はい、我々ライブでよく一緒になりますけど、あいつ、おめでとうだな、うんうん、結構さ、今見た目がさ、うん、ワイルドなやつってさ、うん、お、闇営業とかいじるのよくあるけど、はいはいはい、小林メロディーは完全なホームレス系のねいじられ具合そっちの方でしたね、うん、でさ、いや、おめでとうだよ、ね、いや、おめでとうなんだけど、うん、で本編出たからね、はいはいはい、で宮迫さんのさ、はい、会見で、まあ、みんなコメントあれリアルタイムでできるでしょ、 YouTube ライブ配信ってね。あ、で結構見てたんだけどさ、なんですか、はい、まあその、うん、いろいろあるわけよ、あの要は全部見てからコメントするわけじゃないから憶測で言ってたりとか、まあそうだよね、茶化したりとか、はいはいはい、でこれはさ、うん、なんかちょっとかわいそうなんじゃないと思ったのは、うん、その宮迫さんのね、うん、目の下のクマがすごかったじゃない、まあ、はいはいはい、いつもね、あるけど、いつもそんなイメージだったけどね。でも多分いつもよりノーメイクで言ってるからさ、あ、はい、そうそう、まあ、眉毛なんで描いとんねんとか書かれてたけど、別にそれいいと思うんだけど、あれじゃないですか ね、うん、普通に、うん、タトゥーかもしれない。いや、違うわ、はいはい、違います、ね、眉毛タトゥーの人いますからね、うん、いや、これコメントひどいなと思ったのがね、うん、目の下ダルダルは、うん、ルート33ドードやないかって感じでいや、そんなね、いや、それはね、うん、完全にお笑い好きですよ。いや、笑い大好きだと思うんだけど、今ルート33の堂々さんで、うんうん、例えるっていうのは相当なお笑いファンだと思います、ね、昔からの大阪吉本ファンかな、はい、そうなんですかね、はい、あと あれあるでしょ、今さ結構言われてる、はい、アッコにお任せのスタッフがね、あー、はい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 、はい、不倫報道の時に、オフホワイトと、そう、今の気持ち、オフホワイトって言ったんですけど、うん、今の気持ちを色で言うとっていう、あー、で、あれ見てさ、うん、正直な気持ちで、うん、俺記者だったら聞いちゃいそうって思っちゃういや、だからあの感覚で聞いてるよな、うん、浅田真央のさ、トリプルアクセルに入手したらみたいなさ、うん、とか、だからもうあの、うん、マニュアル化してるような気がするんだけど、うん、ちょっとそれにしてはなっていうな、何でもいいから記事取ってこいっていうことだよね、うん、まあ、なのか な、ね、なのか。で、見た、アッコの任せも気になって見たのね。あ、見ましたよ、私。和田アキ子さんが、うん、あのそれをちゃんと謝罪したんだよね。そう、うん、アッコさんも大人になったなと思う。ふざけんな、えふざけんなアッコさん一睡もできなかったさ。いや、そうそうそう、すごい、なんかいつもとね、うん、よりなんか疲れてる感じしたからね、うん、アッコにお任せって名前が出たんですから私ですね、申し訳ございませんでしたって言ったんだけど、 あれさ、俺そのこの前フライデーをね、はい、記事をここで読んだの、はいはい、あのこの配信で、うん、で、その宮迫さんがタトゥーの人と写真撮ったっつって、はい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 、で、それが、でギャラ飲みしまをしてたようだ。ギャラ飲みで本人は否定しててね、はいはいはい、でもちろんそれ事実は分かんないけど、例えばそのフライデーの記事によると、うん、お金を何枚か数えておそらく5万から10万渡してたように見えた、宮迫さんはお辞儀して去ったように見えたっていう、かっこ目撃者証言みたいな感じなのよ、うん、はい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 、そこさ、それ名前ある人を名前出して叩くとき、そこさ名前出してさ顔作っ
つけたらって思うの。あ、目撃者をじゃないと、それはさ、だって今回、まあ、宮迫さんに言ってることがさ、まあ、あの感情的な感じがね、俺はまあ本当だと、まあ芸人側だからさ、どうしてもそう感情移入もあるって。まず、ちょっと、うん、それよりも、うん、目撃者証言カッコって書いてるやつを、うん、鵜呑みにしないことが大事なんじゃない。まあそれそうだよ、それが先じゃない。いやだからもちろんそういう喋り方をしたけど、デロリアの話はでも場所だろっつって、あ、俺が例えばタトゥーの人と一緒に写ったら、呪術の道場ですから、デロリアの話が言ったのは、いやパーティーで何回も会ってるってなったら問題だろみたいな。でもその文章ではそれが結構そういう感じの割と断定的に書かれてるわけよ。なるほどね。だからその配信だけ聞いたら、そのまあそなんつうの、その記事に基づいて喋ってるようにも聞こえるわけ。俺自分のも聞き直したんだけど、はいはいはい、だからもちろんそれ俺も疑ってはいるんだけどね。分かんないな。そうそう、分かんないじゃんそれはっていうのがあって。そうだね、感情に流されてどっちが正しいあっちが正しいってね、風緑みたいなことはね、まあしない方がいいってことはね、教訓としてはね。風緑ね。ちなみにさっきマスコミが喋ったのはさつき緑の35周年パーティーですけども。そうなの。はい、あのマスコミが、あの吉本本社の前でね、あの時間つなぎにマスコミ同士が喋ったのは、この前さつき緑の35周年パーティーあってさってねさっき言いましたけど。あ、言ってましたか。でね、まあいろいろ見ました。あのワイドなショーもサンジャポもちょいちょい見ながら、はいはい、で爆笑問題の日曜サンデーを聞いたんですよ、ラジオ。あ、はいはい、でまあ太田さんがやっぱりそのサンジャポとちょっと近い感じで宮迫さんについてこう熱く語った後の、語り終わって、次のニュースですってなって流れたニュースが、さんま不良っていう。一瞬爆笑さん笑ってる風に聞こえました。さんまが不良だと、さんまに不良になったと。さんまさんもコメント出してる。さんまさんがうちの事務所に欲しいぐらいやって言ってるから不良って言ってるのがあるんで、吉本側からみたいな。あとあれもだってね、一部報道だけど、あの春菜さんが、ハリセンボン春菜さんが面談したみたいだみたいな。そう、あの要は口頭契約みたいなことを、正直みんな納得いってないと思いますよみたいな。じゃあそれがあっての、スッキリでのコメントだったのかな。あ、コメントした後の面談。コメントした後に面談なんだぽいけどね。いや、そのコメントに対して、まあ、でもその報道が合ってるかもわかんないけどね。わかんない、憶測で書いてる記事今結構多いから。一つ間違いなくほしいのは、あの春菜愛さんではないということです。あ、そうだね、春菜愛さん面談したとこで言うよねーで終わっちゃいますから。春菜愛さんは最近ちょっとね、ぽっちゃりしてきたことを悩んでるっていうのでね。まあでも俺ちょうどいいと思うよね、肉付き的には。そうですか。うん、でもダイエットの商品やってるからね。いや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 、ちょうどよくあってよ。あ、そうですか。うん、佐藤ひとみさんも俺ふっくらした時も好きですよね。そういう話なんだけど、まっ、あ、ちゃんが動いてね、まっちゃんが動いて、松本動きますっていうね、動きますって思いますしね。行った後はあれか、その後は浜ちゃんが結果発表すれば。いやいや、まあそういうネタを書いてる人いますけど、一般の人のツイッターでね、松本動きますっていうのにね、まあこれあんま茶化していいと思わないけど、ちょっと俺もまず笑っちゃったのは、え、ジムで筋トレって書いてる人。俺今度殴っときますね。いや、いいですね。はいはい、いや、よくないです。俺が殴っときます。面白いですね。俺松本派なんで。いいですね。あとね、やっぱアムロ行きますとかでさ、はいはい、玉木雄一郎まで俺思い出しちゃうっていうのはさ、はいはいはい、病気かな。国民民主のね。もう、いや、それはお前が若いおさむさんを軽視してるから。若いおさむさんだから、あれ。ごめんよ。いや、似てない。そんな似てないし。あとアニメつながりで言うと、R 藤本さんツイッターで昨日、半地球の、はいはい、半地球人、はいはい、半地球のモノマネサイヤ人だからね、はい、吉本本社、セルに吸収されたのかってぐらい静まり返っているということで。セルに吸収されてる方が問題ですよ。問題です。大事件ですから。大事件です、人が消えたんですから、あれ地球から人がいなくなったから。そう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 、知ってますか。地球から人がいなくなったぐらいの、ね、そういうことよ。事件を、で茶化すのはどうだったか。いや確かにね、重く受け取ってほしいですね。ちょっとあとその会見する前日に東国原さんが、あの宮迫さん一人でも会見しないと良くないんじゃないかみたいなのを言ってたんで、でそれが実際実現したんで、でこれ私、あの土幻会見せんといかんっていうのをちょっと名前つけました。土幻会見せんといかんと。ああ、はい、よかったですね。はい、ねえ、よかったですね。あります。土幻会見せんといかんと、あとね、久々ですね、あのお笑い評論家、お笑いターラリー東田さんツイッターで、ああそうですか、松本さんもたけしさんもきっと誰かの味方をしたいとかではなく、ただ笑いのある世界を守りたいだけなのだと思う。いつでも笑いの味方、それが芸人さんの偉大なところだと思うし、そこを何よりも信頼していますということで。なるほどね。まあ、僕たちの単独ライブにね、一度招待で見に来ていただいたときに、客層を見て、まあそれ目撃した人で本当に言ったかしませんよ、言ったのが、何なんだこの客層はって言いながら席に着いたそうなんで、俺たちの笑いの世界も守ってほしいっていうね、守ってほしいですね、そういう気持ちもありますけどね。あとね、はいはい、まっちゃんが、松本さんがね、はい、もうファンだからまっちゃんって言うけど、
吉本興業今後どうなっていくんですかみたいな時に、はい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 、一番最初東京吉本って赤坂の8畳の部屋で、うんうん、ホワイトボード1枚と黒電話2個から始まったと。そうだよね。そっから思えばやり直せるんじゃないかと、はい、FMW かと。 FMW 完全に FMW、 ただ FMW より倍の数の電話持ってるけど、ね、そうね。確かに大仁田さんね、5万円の資金と電話行って、言ってましたけども、お金がないの最終回みたいな、いや、そうね、場所に住んでんだろうな、小田裕二。だからもうあれだよな、あとはもう復帰の目処は大仁田さんに任すしかないよね、まあ、復帰の達人は復帰といえば復帰の達人といえば大仁田さんですから、はいはい、これもう早くなんとか誰かが宮迫さんと大仁田さんの間を仲介する。大仁田淳ってのは7回引退して7度目の復帰を果たして、はい、もうレスラーの引退って嘘じゃないかっていうのを定説にしちゃった人なんだけど、うん、実は今回復帰の仕方がボランティアレスラーということで、うん、ザブングルさんより先に同じことをやってたというね、やったというね、そういうことをやっていたと。なるほど、うん、そういう話なんですよ。だからもう大仁田さんだよね、うん、もう復帰の話はもう。そうね、そう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 。あともうね、これすげえなと思ったのは、うん、ZOZO の前澤さんが、はい、宮迫さんの会見のことをツイートして炎上し謝罪っていうね、はいはい、いや前澤さんは本物だなと。いやだからもう、うん、悪気もない、うん、無邪気な無垢なんだね、ね、うん、そうだね、亮、うん、さんか前澤かっていう怒られる本当にねえ、もうね、うん、なんかね、宮迫さんの会見ちょっと見たけど、うん、神妙な顔して謝罪してるのになぜかクスッと笑ってしまった、はいはい、存在や佇まい自体が面白いキャラ確立してるってすごいことだよな、うん、まだまだ活躍する人だなって思った、うん、まあ、これね、ここまでだったら大丈夫だと思うの。この次に続けて、はいはい、会見場の雰囲気やライティング、うん、お二人のメイク、うん、事務所の暴露話、うん、どれをとってもしっかり作り込まれているように感じた。とても反省はしているんだろうけど、うん、このお二人いろいろ諦めていないと思うなどと分析したと。で、これがなんか斜め、なんで上からなんだみたいな、お前は常に上からなみたいな叩かれてるね。まあまあそこはまあいいんじゃない、その捉え方だからで、と思うじゃん。マナーの問題のことでしょ、それは。いや、俺もそう思った、うん、いや、上からなんじゃなくて、俯瞰で見てんだろ。いや、俺も前澤さんについていいとは思わないけど、うん、上からじゃん、それは上からって言うなよと思ったら、うん、その謝罪のコメントが、うん、まあ、ただ謝るだけではなく、事務所とのやり取りなど真実を伝えようとする会見でのお二人の真摯で反逆的で諦めない姿を見て、まだまだ活躍してほしいと応援のつもりでツイートしたんですが、伝わりませんでしたね、すみません、うん、いつも笑かしてくれる人の泣いている姿に感情が異常に刺激され、うん、ここは冷静に斜め上からと思って書きましたが、ふざけんねんのか。ストレートに言うと負けるな頑張ってですと。あ、斜め上からだったんだ、なんだ本人公認っていうね、本人の。なるほどね。くしくも、うん、今回のね問題あって宮迫さんのギャラも100万円、前澤さんみんなにあげたの100万円みたいなね。わあ、そういうことですよ。すごいです。たけし軍団にね、いましたよね、100万円男でしたっけ、大阪100万円、大阪100万円ね。大阪から100万円貯めて弟子になりに来た。そうそう、うん、もうたけし軍団がピラニアだったって話ですよ。そうそう、言ってしまえばね、ピラニアがやばいっていう話です。たけしさんがさ、はいはい、何コメント求められてね、うん、もうこれ言ったら放送禁止用語だらけになっちゃうんだけど、うん、言葉選んだ後に、うん、人買い事務所なんだよ、お笑い事務所っつうの、猿回しの猿なんだよっつって、猿に謝らしちゃいけねえよっつって、あれ規制しなかったら何を言ってたんだろうってこれ以上があったんかっていう ね、気になりました。 P のオンパレードだったんでしょうね。 P のオンパレードだったのか。あ、いやだから、まあ、まあまあ、だからあちら方面の話なんじゃないですか。あ、なるほどね。なるんじゃないですか。俺らの分からないね、分からない世界ね。そうそうそう、身のもんたも知らない、あなたも知らない世界ですよ。 そしてね、まあちょっとこれも謝罪会見になるのかなみたいなちょっとニュースがあって、はい、下柳氏セクハラまがい発言の張本勲氏に勝つ。下柳って野球の、そう、対応にあっぱれの声ということで、はいはい、21日放送のサンデーモーニングで、うん、ゲストの元大英日ハム、阪神楽天の下柳剛氏が、はい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 、まあ、総合格闘技桜庭さんのねセコンドとかやってる人なんですよ。そうですよね。セクハラまがいの発言をした張本勲氏に喝を入れる一幕があった。ほう、何て言ったんだ。女子の陸上競技を見て張本さんが、はい、あっぱれ入れてください、うん、外国人だけど、まあここは大丈夫ですね。これは別に、それはもう、はいはい、ハリージョークですから、うん、ハリージョークハリージョークですから、これはね、うん、愛国者でもあるしね。いや、まあ、どうなの、とコメント一緒に、そこを一緒にするんですね。でちげえから、うん、そして、うん、なんだこれ、1マイルっていう競技だったのか、女子1マイルっていう競技で優勝した人がいて、うん、1マイルがオリンピックでは存在しない競技であることに触れた後、うん、だけど陸上選手見たら、うん、太った選手誰もいないね、谷口さん
と、うん、突然コメンテーターの谷口真由美氏に水を向ける。谷口さんの人はふっくらしてるんだろうね。谷口さんがそうですねと返すと見かねた関口博氏が今嫌味を言われたみたいだなと突っ込み入れたと。おいおいおい、そこに下柳さんがおいすいません今ハリさんに勝つでとかっこいいと。いや突っ込みはうまかったってことでしょ、ね、下柳なのに下ネタにうるさい。うるさい。そこですよ。ね、それぐらいじゃん。でこれでもあのみんなからあっぱれの声で。でこれさちょっと怖いじゃん。下だって張本さんいてね、うん。なかなか言えないでしょ。じゃ張本さんに勝つでって俺なのかな。今頃あれですか、うん、漫画家とかで浮かんでるかもしれない。いやいやなんなことない。そこで言う人じゃないか。下柳さんので、張本さんはあのそれをね、うん、張本さんに勝つでって言われた後に。うん、ちょっとこう緊張感が走るかなと思ったら、うん、あの張本氏は、うん、怒るどころか大笑いに、あ、和やかな雰囲気の中、うん、谷口さんは、うん、下柳さんありがとうございますと礼を述べたと。なるほどね。下柳剛の好リリーフで丸く収まり、次の話題へと移った調べさん。ああ、ありがとうございます、ね、まあまあね、うん、まあ杯交わしてる中だと思うから。いやいやいや、まあね、打ち上げとかで ね、乾杯はしてると乾杯してると思うような中だと思いますからね。いいですね。いいですよ。張本さんやっぱ面白いな、うん、こんだけ日本中がこの会見とかね、うん、まああと選挙もやるでしょ、だからいろんなさ発言にこうデリケートになってる中、いや張本さん、ね、張本さんのこのリミッター、いやいいな。ね、いやでもさ普通に生活してらさ、うん、それぐらい優勝ってたくさんいるじゃん。まあね、まあまあそれでね、うん、テレビで言って、うん、ちょっと怒られてって、うん、その姿を見て、うん、ちょっとずつ人あれじゃない、ね、これ言っちゃダメなんだって認識していくんじゃない。まあまあまあそういうもんね、うん、だハリーにはちょっと今のところね、うん、盾になってもらってそうかな。そうか、ね、ということで、はい、ドラゴンワッシュのね、はい、メンバーがちょっと ね、ちょっとタイガーウッズと響き似てるなと思ったんだけど、はい、ドラゴンワッシュのメンバーがこう薬でね捕まった、タイマーじゃない、タイマーでしょ、うん、で捕まって、はいはい、その時になんかライズっていうバンドもやってるんだよね。ライズってバンドやってて、あ、ライズわかるよ。ライズの、うん、ケンケンさん、はい、ケンケンね。ライズのケンケンさんが、金子健介容疑者なん で、はい、でライズってキックボクシングの団体であんのね。あー、はいはいはい、一瞬ライズの金子健介ってなった時に金子健って思ったっていうね。おーおーおー、なるほどね。そうよ、それもジャンキースポーツになりますからね。本当にそうそう、金子健太、あそうか、そうそう、なんかこのライズってバンドからのが3人しかいないのにそのうちの2人が大変で捕まっちゃったんで、はぁ、ね、恐ろしいです ね大変ですよ。誰かがね、もう誰だか忘れたけど、もうニュース見すぎて、うん、このニュース引用ツイートして、うん、全然騒がれてないってなんか言ってる人いましたね、うん、いましたね。なんかドラゴンワッシュとかになってたしね。あ、有名な方にしたのかな、もともとの。そうなのかな。ドラゴンワッシュは実際そのゴールデンとかでも歌番組出てたから当時。まあね、まあ、確かにまあライズとかになるとな、まあ、もうちょっと音楽好きな人の中で有名なんだろうけど、なるほど、うん、なっちゃうかもしれないね。そうね、といったところでね、はい、あ、最近ね、これの配信の音声がちょっと小さく、ね、配信されてるんで。あ、そうですね、ポッドキャストの方で、ボリュームブーストというのを最大にしてもらうと聞きやすいっていうのをYouTube の広告がついた日に説明しなきゃいけないっていうね、すごいよくわかんない矛盾がついてましたね。すごいでしょ、ついにもうとうとう俺らあれよ、スポンサーだ。だからあのもう本当に闇営業のとか今日で終わりだから今日だ。上野動物園のパンダのニュースしか扱わない。じゃあこれからじゃあ俺毎日、うん、ボランティアしてる話だけでもいいですか、毎日ボランティア僕活動してるんで。だから、うん、今まで言ってなかったでしょ、うん、じゃあこれから別に全然言ってもらって、はい、うん、近所の、うん、町からゴミがなくなってんのって俺のおかげだと思ってもらう。わかりました、いいと思いますから。じゃあ、うん、それ動画で撮りましょうか一回ね。え、動画で一回撮りましょう。あのゴミ拾いしてる、ちょっと俺あんまそのそ俺潔癖症だから。そうですか、実際拾ってねえのか。といったところで、はい、また明日お気になさってください。お願いします。